ポティービーニュースによると、日本は5月27日、チョナン総合運動場で開かれた FIFA Under-20 ワールドカップコリア2017の D グループリーグ第3戦でイタリアと2対2で引き分けた。イタリアは1勝1分け1敗得失点差1で2位、日本は1勝1分け1敗得失点差マイナス1で3位に上がった。両チームは並んで16強に進出した。イタリアは前半3分に先制ゴールを決めた。イタリアは左サイドを崩してクロスを上げ、ゴール前に飛び出したオリソルリニはダイレクトシュートでゴールネットを揺らした。イタリアは前半7分に追加点まで入れた。タニコはペナルティーエリア内の強烈なシュートで2点目を挙げた。日本は反撃に出た。前半22分、左サイドから遠藤の低い高速クロスを堂安律がボールの方向を軽く変えて挽回ゴールに成功した。日本は両サイドに振って同点ゴールを狙ったが、得点を挙げられず前半を終了した。日本は後半開始とともに同点に追いつくことに成功した。後半5分堂安律はペナルティーエリア内でイタリアのディフェンダー3人を抜いて落ち着いてシュートに結びつけゴールした。流れに乗った日本はイタリアを続けて追い詰めた。慌てたイタリアは日本の攻撃を防ぐために急遽とした。しかし決勝ゴールは爆発しなかった。両チームは並んで16強に進出した。韓国の反応。イタリアは何をしているのか、笑い、終盤5分はボールを回してダーティーだね。以前は韓国もそうだった。2002年の時、先輩たちや若い後輩たちクラス、笑い。お互い引き分けなのになぜイタリアだけ罵るのか、笑い。日本の悪口を言う人はキムチ女だ、日本が潜在的犯罪者か？イングランドと当たるんじゃないか、日本は？2チーム協力して引き分け、ふふふ。イタリアは次の試合フランス、ふふふ。イタリアは終盤本当に何か、笑い。7分ボール回しをして勝ち点1を維持しようとしたね、笑い。あいつのカテナチオサッカーのプライドはどこに？一方日本は正直なところ本当に見物だったよ。上手にしていた日本は、イタリアは16強でフランスと当たって叩かれて家への道。イタリアがずっとボールを回すのも苦しかったが、日本もちょっと行って奪い取ってもリアクションがほどほど。とてもじっとしていたよ。イタリアもそう、日本もそうで本当に汚いサッカー、笑い。イタリアのサッカーファンは犬熱心だというのに、あんな姿を見れば悪口が出ないのか。恥ずかしい、本当にイタリアがこうすることができるのか、プライドがないのか。あまり罵らないでください。韓国も2002年の時勝負操作で上がったのだから、2002年ワールドカップは本当に最悪のワールドカップであった。YouTube ではことごとく韓国の悪口だけである。君の子供にそのように教えろ、ふふふ、情けないと。率直に言って日本はめちゃくちゃうまくやったよ。わけもなくアジア1位で上がったのではない。パスプレイだけ脱アジア認定。ペクスンホ、イスムがいなければアジア予選高速脱落が私たちの実力である。日本は数年前からチームワークが良くなってパスプレイには感心した。編集所感。白氷の試合だった。序盤にあっさり2点を失った時はどうなるかと思ったが、その失点もあまりにも悲惨だった。しかしそこから攻勢に出たことで波に乗った。イタリアが下がったわけではなく日本が確実に押した。堂安の2点目の突破もすごかった。幸い2点を取っての引き分けとなったので3位でも無条件に決勝トーナメントに上がれた。日本は他の結果によってイングランドかベネズエラと当たることになる。ベネズエラ戦なら韓国と同じ5月30日の17時から、イングランド戦なら31日の20時からだ。イタリアは2対2でも決勝トーナメント進出なので無理に攻撃に出なかったことは事実である。リーグ戦なので毎試合全力で戦ってリスクを負ってでもその試合に勝たなければならないわけではない。同じ理屈で言えば韓国対イングランド戦も主力を温存していろいろとテストをし、結果として敗北したが何とも思わないのと同じである。その1試合だけを見れば全力じゃなくてつまらないかもしれないがそういうものである。まだ先の試合を考えて体力温存や戦術、選手のテストなどするのは当然であって、それをいちいち批判するのは何なのか。韓国が対戦するポルトガルの試合は私は一つも見ていなくて、評価のしょうがない。イングランドは全試合見たが、やはり強いチームだった。アルゼンチン戦は完全に押されていたがことごとくチャンスで決めて3対0だった。
ギニア戦ではバックパスがそのままゴールに入って引き分け、韓国戦はあの倒立良さを見せた。ベネズエラはバヌアツとの試合だけ見たが、7対0と圧倒的な強さを見せた。まあバヌアツなので何とも言いようがない。日本は小川航基中心でチームを作ってきたのに怪我で離脱して非常に厳しい状況である。イタリア戦は堂安の活躍でなんとか決勝トーナメント進出を決めたが、厳しいことこの上ない。一方韓国はイングランドに敗れたものの、チームが目指すサッカーができている、ホームアドバンテージもあって勝ち進めるかもしれないと思う。ご視聴ありがとうございました。よろしければ動画の評価をお願いいたします。